豊橋市内に設置されている530運動を呼びかける看板530運動とは5月30日に街中のゴミを拾い歩く運動で1975年に愛知県豊橋市が始め全国に広がった運動とされている豊橋市東部の丘陵地帯には国の天然記念物石巻山石灰岩地植物群落県の天然記念物足毛出現 国の史跡、すせのジャーナ等を含む、豊かな自然があるが、自然歩道が整備され来訪者も増すにつれ、空き缶などゴミの散乱が目につくようになってきた。1975年5月18日、豊橋山岳会会長の夏目久男の、豊橋自然歩道推進協議会が中心になって、自分のゴミは自分で持ち帰りましょうとの合言葉のもと、530、運動の推進を、 豊橋市に提唱した。1975年7月に530運動推進連絡会が設立され、同年11月には初の一斉の530運動が行われる運びとなった。この運動はゴミゼロという名会で親しみやすい呼び名が功を奏し、次第に全国に広まっていった。1975年に530マークが公募により制定され、 530の歌も作られた。1978年3月6日には34都道府県に及ぶ全国的な530運動連絡会が組織された。毎年5月30日にはこの530日並み全国各地でゴミ拾いを行う行事が開催され環境意識を高める場となっている。今ではこの運動を知ってもらうために 愛知県立豊橋特別支援学校では年に3回、530、運動を行っている。尾瀬で昭和47年に国立公園協会や尾瀬の約7割の土地を所有する東京電力の関連会社、尾瀬林業、山小屋が中心となって、ゴミ持ち帰り運動を始めた。オ瀬と同じ山岳清掃の必要性から、豊橋市全資的な取り組みとして提唱し、530、 運動という故障で消化したと思われるが、オゼとの関連性を示す記録は残されていない。詳しくは、ゴミ持ち帰り運動を参照。ありがとうございます。